From Mr. Christopher Robinson to Hiroshi Hayashi. I think you have no experience of art and sculpture to think that copies are the result of technology of a later advanced time. I studied art at the Royal Academy London and at 68 still work. I know that good artists can copy and the Greeks knew life casting and the copying of existing sculpture by casting from them. You have a theory of assumption in the science fiction realms. It simply is a waste of your time and intellect. Sorry to have to say that, as I know you are an intelligent man. Hayashi あなたのコメントの端々に私は優しさを感じるからです。それ以上にあなたの専門性を尊重いたします。ここになぜ私がギリシャ彫刻が 3D 写真技術を使って作られているか、また私がなぜそのように考えるようになったかについて、 その理由をお話しします。ダイジェスト版ですが、このようなビデオをあなたに送ることができることを光栄に思います。あなたご自身の常識を使い、あるがままの像を見てください。でなければ、あなたは永遠に謎の 迷路の中ににいるることになるでしょう私たちは良い友達になれることを確信しています。私にはあなたを怒らせる意図は全くありません。共に心は平和であることを喜んでいます。広ギリシャ彫刻の流れを簡単に説明しておきます。 で、これがミロのヴィーナスですけども、このミロのヴィーナスは他のギリシャ彫刻とは区別して考えます。その理由を簡単に説明します。中央やや右寄りが現在のギリシャです。そしてその右がエーゲ海です。このエーゲ海周辺で無数のギリシャ彫刻が作られました。 まあ、例えばということで、ギリシャ彫刻をこのように並べてみました、まあ。この周辺でですね、ギリシャ彫刻が作られたということです。それは皆さんわかりますよね。ですから、ギリシャ彫刻という名前がついています。がそれがですね、そのギリシャ彫刻がですね、えー、ローマ時代に入りますと、大量にローマへと持っていかれます。 ま、運ばれるわけですね。で、このギリシャで大変興味深いことはですね、この周辺では鉄製ののみが未だに見つかっていません。鉄製の武器などはあったようですけども、鉄製ののみなどは見つかっていません。大理石ですから、えー、ま、制動性ののみでは彫刻することはできないわけですね。当然 鉄製ののみを使ったということになりますけれども、そののみが未だに見つかっていないということです。ともかくも、このギリシャ彫刻がローマへと運ばれます。そして、このローマ周辺で、いわゆるローマンコピーが作られます。つまりコピーが作られるということですね。左下がそのコピーです。が、大変ここでも不思議なこと、あるいは奇妙なことにですね、元のオリジナルのギリシャ彫刻は、 ほとんど、ほとんど消失しています。現在に残っているのは、まあ、ほとんどないということですね。ここがおかしなところなんですね。つまり、私たちが現在、ギリシャ彫刻と言っているものはですね、ギリシャからローマに持ち込まれ、そしてローマで作られたコピーということになるわけです。で、そのローマンコピーを見て、私たちはこれがギリシャ彫刻だと今言っているわけです。 オリジナルはどこへ行ったか全く分かっていません。まあ、亡くなってしまったわけですね。謎が深まりますね。が、ミロのヴィーナスは、そのローマへ持ち運ばれて、コピーが作られる前に、まあ、息されたということになります。で、ギリシャ周辺、まあ、エーゲ海周辺に残っている、えー、ギリシャ彫刻は粉々に破壊されたり、あるいは海の そこに沈められたりしました謎が謎を呼びますえ繰り返しになりますが古代大量のギリシャ彫刻が一度ローマへ運ばれそこでコピーが作られたというのですつまり私たちが現在 ギリシャ彫刻と呼んでいるものは、そのほとんどがローマで作られたローマンコピーだということです。ここが今日のポイントですから、もう一度繰り返します。私たちが現在、ギリシャ彫刻と呼んでいるものは、そのほとんどがローマで作られたローマンコピーだということです。わかりますかローマで作られたコピーなのです。では、その元の、つまり、 オリジナルのギリシャ彫刻はどうなったかということですね。ローマンコピーというくらいですから、元のオリジナルの彫刻があったはずです。が、それについては、ほとんどが消失していると。つまり、コピーだけが残り、オリジナルはほとんどが消失しているというのです。残っていないというのです。そこで最近では、学者の先生たちは、 どのように言い出しているかというと、20世紀に入ってから、ローマ彫刻の見直しが始まっていると。わかりますかつまり、すべてがローマンコピーということになっているが、ローマ彫刻はローマ彫刻であったはずと。平たく言えば、すべてがギリシャ彫刻のコピーではなく、独自のローマ彫刻もあったはずという視点で、 見直しが始まっていると。が、率直に言えばですね、ローマンコピーの研究は、調べれば調べるほど、わけがわからなくなるということです。えー、フリーベースサイトというサイトがありますけども、次のように書いています。The study of Roman sculpture is complicated by its relation to Greek sculpture. ローマ彫刻の研究はギリシャ彫刻との関係において複雑であると繰り返しますがウィキペディア百科事典でさえこう書いています。今日、ギリシャ時代の巨匠の原作はほとんどが消失しているので、ローマ時代の模国、つまりコピーを通してのみその作風を知ることができる。 巨匠の原作と言い切っているところがおかしいですね。ギリシャ彫刻の中には全く同じであるにもかかわらず作者名が違ったものもあります。あるいはほとんどが作者名が違うわけですね。ともかくも結論を先に言えば、私が何度も説明してきましたように、もともとギリシャ彫刻なるものは存在しなかったのです。あったかもしれないが、 それらは 3D のコンピュータ彫刻機械で作られたものであり、その後粉々に破壊されたということです。オリジナルのギリシャ彫刻が本当にローマへ運ばれたのでしょうかそれ自体も怪しいということです。わかりますかもう一度頭の中を整理してみます。まあ、ギリシャ彫刻は確かに作られた。それらはローマへ 運ばれた。ローマでそれらは模国された。が、オリジナルのギリシャ彫刻はほとんどが消失した。現在、私たちがギリシャ彫刻と呼んでいるものは、その模国されたもの、つまりコピーだということです。その一部は、例えば、ミロのヴィーナス、ベルガマのハーバーフロディツスのような、まあそういった像はですね、 ギリシャに残りました。つまり、ギリシャに残ったものもあるということです。が、これからそれを説明しますが、その残ったもの、例えば、メロのヴィーナスなどはですね、大理石性と言いながら、実に奇妙、あるいは奇怪な大理石性であるということです。肌の一部が、ゆで卵の殻が、 はがれ落ちるかのようにはがれ落ちているということ。こんなことは通常の大石彫刻ではありえないことですで。さらにおかしなことに、ミロとヴィーラスと同じものがトルコのベルガマ、さらにはカプアでも見つかっているということです。後者のカプアで見つかったアフロディティ、つまりヴィーナスはカプアのアフロディティと呼ばれ、現在はイタリアの ナポリにあります。ややポーズは違いますが、同じものですえ。つまり、ギリシャに残っているギリシャ彫刻は、実に奇妙なものばかりだということです。一方、ローマで作られたローマンコピーは、一応まともな代理的性ということになっています。完成度も皆さんご存知のように高い。見るとわかりますが、ゾッとするほど、 完成度が高い。彫刻というよりは写真。まさに写真技術です。例えて言うなら、油絵と写真の違いと同じくらいかけ離れて完成度が高いということです。それについては異論もあるでしょうが、言い換えると、あのギリシャにはミケランジョのような巨匠が、それこそ何十人、何百人もいたということになります。 で、ギリシャ彫刻なるものを調べてみると、調べれば調べるほど奇妙な事実に私は気がつきました。極めて細部に至るまで同じでありながら、髪の毛や陰毛の表現だけは違うということです。それこそ血管や乳首の表現まで全く同じでありながら、髪の毛だけは違う。全く違う。後で紹介しますが、グラジエーターなどがその一例です。 こうした事実から私はもともとギリシャチョーク、あるいは本当にそれが存在したかどうかということもありますがそういった話は別として今でいうコンピューターのようなものを使った 3D プリンターもしくは 3D プロッターのような機械を使って掘られたものだという結論を出しました、まあ、すでにそれから4年以上になりますで今私はこう考えますローマで ローマンコピーなるものが作られた。その前提で考えますえ。つまり、作られたという前提で考えると、では、オリジナルの彫刻はどうなったかということになります。が、それについては、先にも話しましたように、そのほとんどが、ほとんどが消失したということになっています。消失したのです。 となると、ここで二つの仮説が立ちます。つまり、もともとコピー元のギリシャ彫刻なるものはローマには存在しなかった。あるいは、もう一つは何らかの理由で、もともとのギリシャ彫刻は証拠が残らないほどまでに粉々に破壊されたということ。もっとも、もう一つの可能性としては、オリジナルのギリシャ彫刻はどこかへ運ばれ、 隠されたということもあり得ますが、そこは皆さんの良識を使って考えてみてください。私も若い頃、有名画家のリトグラフを買い集めたことがあります。簡単な模写もしたこともあります。ミロの絵やマリー・ロランさんの絵などは簡単に模写できます。幼児教室でも幼児たちに模写させたこともあります。 が、そうした模写し,した絵など、少なくとも金銭的には価値がありません。壁に飾って大切にしておくのは、もともとのリトグラフの方です。が、古代ローマでは、その反対のことが起きたのです。コピーされた方の偽物が、その後大切に保管され、現在に残っているというのです。そして、元の オリジナルは消失したと。そして繰り返しになりますが、現在、例えばミロのヴィーナスにしても、ギリシャに残っているギリシャ彫刻は、大パーツ以上の大パーツ。実に怪しげなものです。もっとはっきり言えば、今で言うコンピューターの彫刻機械を使って作られたようなものです。皆さん、あのミロのヴィーナスを もう一度しっかりと眺め直してみてください。皮膚が剥がれているのですよ。そしてその剥がれた後の地肌が見えているのですよ。しかも皮膚と地肌は色、風合いが違います。違うばかりか、地肌には細かい別の線まで彫り込まれています。つまり私たち人間が知っている 大理石像ではないということです。で、以上はすべて私、林博士が発見したり気がついたことですが、別の言い方をすると、なぜ今まで人間はこうした事実に気がつかなかったかということにもなります。むしろ私にはそちらの方が謎ということになります。こうした事実を重ね合わせていくと、 結論はこうなります。つまり、オリジナルのギリシャ彫刻は何かの理由で粉々に破壊された。こんなものを残しておいたらまずいということになったかもしれません。だから破壊された。が、オリジナルのデータベースは残っていた。そのデータベースを使い、ローマで今度は大理石に彫刻するという形で、 ローマ彫刻、つまり現在私たちがローマンコピーと呼んでいる彫刻が作られた。もう一度頭の中を整理するとこうなります。1、ギリシャ彫刻なるものはギリシャにはあるにはあった。あるいは無数のギリシャ彫刻が作られた。ミロのヴィーナスがその一例ということになります。が、2、その彫刻は コンピューターを使って作られたものであった。またそうした彫刻を、彫刻そのものの中に、まあ、証拠をですね、残してしまった。ミロのヴィーナスがその一例ということになります。3. で、粉々に破壊してしまった。どこで破壊されたかについては、ギリシャだったかもしれないし、ローマへ運び込まれた後だったかもしれません。 あるいはローマンコピーを作った後だったかもしれません。4. で、その後ローマ時代になり元のデータを使ってローマンコピーなる彫刻が作られた。あくまでも形の上ではギリシャ彫刻の模告、つまりコピーとして。5. こうした作業、つまりコンピューターを使った彫刻ができたのはもちろん人間ではありません。私たちが現在 神々と呼ぶエイリアンということになります。で、その証拠があのミロのヴィーナスということになります。こうした流れの中から私はギリシャ彫刻 3D コンピューター彫刻説を唱えました。当時は大変な騒動に巻き込まれました。今でこそ理解者も増えてきましたが基本的には 今も同じです。あるテレビ番組の中で、それを口にしたとき、司会者の T 氏は大きな声でこう叫びました。林さんあんた頭おかしいよと。が、その T さんには残念なことかもしれませんが、それから4年、私の説は補強されることはあっても、 否定的方向に向にかうううとといいいことはははあるいはそういった事実は何もありませんでした。何も出てきませんでした。ガンダーラ・美術あるいはダ・ヴィンチ、ミケランジェロなどなど、同じ手法で同じように作られていることも分かってきました。えつまり、人間の歴史、世界の歴史は、もっと総合的な流れの中で考え直してみる必要があるということです。 そこで今日はもう一度その原点に立ち返ってみたいと思い、この動画を編集してみました。私が皆さんに第一に気がついてほしいことは、ギリシャ彫刻にしてもほんの少し時間差を置いてデータが取られ、似たような像が同時に何体も作られているということです。細部に至るまで同じです。が、髪の毛のような 極めて細い部分、つまりそれは現在の今でも 3D 写真技術では彫刻できない部分ですが、そうした部分は全く違うということです。そして次に皆さんにしてほしいことは、なぜか、なぜかと自問してみてほしいということです。以前はといえば学者の先生たちが情報を独占し、自分たちの世界だけで結論を出し、あとは 上位形方式で私たち民衆に向かってそれを知らせるのが普通でした。控えおろうとです。私たち民衆は黙ってそれを聞くだけ、従うだけが今は時代が変わりました。私たち自身が自分で情報を集め自分で判断できる時代になったのです。つまり主役は私たち自身だということです。 そういう視点で今こうして私が以前作りました動画を紹介していますのでそれをどうかご覧になってください。そして大切なことはご自身の目でそれを見てご自身の頭を使って判断することではないでしょうか。ではギリシャ超国 3D プリンター製造説 Doka Okiki Kudasai Bye for now Hello, this is Hiroshi Hayashi Makote Japan Greek sculptures made with 3D printing technology in Japanese Kinisha Chokwa Akiragani 3D printing テクノロジーを使ってて作られています。そして新しい疑惑がまた出てきましたので今日は報告いたします見られたミロのヴィーナスの像ですでこの背中を見ていて何かおかしいと思いませんかミロのヴィーナスは大理石でできた像ということになっています大理石でできてるんですよじゃあお聞きしますがなぜ大理石の像がですね このように皮がめくれるかのように割れて、まあ剥がれるのでしょうか。まあ今までずっと見られてきたんですけども、考えてみれば、これおかしなことなんですよね。で、今までは、あの、待ってますか、その、いわゆるギリシャ彫刻の謎にですね、まああの、論理的な側面から迫ってみましたけども、今日はですね、この、なぜこういう、このように、ミロのヴィーナスの皮膚がですね、 ちょうど卵の殻,殻が割れる、剥がれるかのように剥がれて割れるかということなんです。いわゆる大理石の像であれば、こんなことはあり得ないことなんですね。もう一つ説明しますと、もともとこう、ベーシックな、まあ、あの、部分がありましてね。それにこの、なんて言いますか、表面的な大理石を、まあ、塗り固めて、そして、っていうことであれば、まあ、温度差であるとか、あるいはその、まあ、 強度の違いいによよってて表面がが割れて剥がれ剥るととうことはあり得ますよね今この割れて剥がれる様子をちょっと簡単に図示してみましたが、このように剥がれているわけですね。皆さん石で考えてみてください。いわゆるですか、あの、花崗岩の石で考えてみてください。 このように石で作った像の表面が割れるということが割れ、割れて剥がれるということがあるでしょうか。しかもですね、その、いわゆる基礎の部分の,あの部分にはね、このように今よご覧になったように、傷がついているんですね。そして、割れた部分についても、みんな均等の厚さで割れているということなんです。厚さが、その、いわゆるまだまばれじゃなくてですね、同じような厚さで同じように剥がれ落ちているということなんです。 いわゆる花崗岩の大理石の像で、いわゆる像でです、大理石でですね、像を作って、その大理石の表面がですね、このように剥がれて割れるってこと自体が、私はおかしいと言ってるんです。もう一度説明しますと、もう元々こういう土台、基礎がありまして、そしてその上に、まあ、こういうものを塗り固めてですよ。例えば、セメントが何でもいいんですけど、モルタルでもいいんですけどその型を塗り固めて、そして像を作った。その後、こういう風うに剥がれて落ちたというならば、それはわかるわけですよね。 しかし、大理石は大理石です。もともと大理石なんですね。ということを悩んでましたら、マコト、マコテさんがですね、大変重要な情報を送ってくださいました。マコトさん、マコテさんですね、どうもありがとうございました。大変これ貴重な資料なので、そのまま紹介させていただきます。 まあこのような資料をマコテさんがですね、送ってくださいました。で、それによればですね、まあ今では 3D フォトグラフテクノロジーというのは極めて進歩しているですね。この右の自動車もこれ 3D フォトグラフテクノロジー、いわゆる 3D、えー、プリンティングで作られているんですよ。で、これはまああの、まあプロトタイプの 3D プリンティングマシーンですけども、まあ、 簡単なものですねで。白いのがトーナーで,で、赤いのがあのサポートトーナーなんですね。サポートってことはあの形が壊れないように。 仮に固定していくんですよね。そしてこの、えー、まず白いので回いで、赤で、まあ、あの、塗り固めて、徐々,に徐々に上へ積み重ねていくという方式なんですね。これはまあ最近の、あの、3D プリンティングのやり方だそうです。で、これをずししますと、まず下から、あの、下から作っていくんですね。どん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 上へ,上へ塗り固めていくわけです。そして赤い部分は、あの、後でと、と、と、あの、水なんか入れれば取れるようになっているんですね。そしてできたところで水に沈めますと、あ赤い部分が、あの、溶けてそして、 元の形だけが残るとこれが最近の 3D プリンティングのやり方なんですこの方法で、もう現在では実用化されています。例えば、リン酸カルシウムで骨を作ってですね、まあ患者さんのあ人工骨とするとか、あるいは京都大学は、これあの、背骨の脊椎みたいですね、を、あの、に、まあ人工的なものを作ると。こうして、まあ、例えば、 考えていくまあ、で、まあ、あの、まあ、こじさんがおっしゃるにはですね、私が指摘してますように、えー、それで、あの、ゲリシャ彫刻っていうのはわずかな時間差を置いて、どんどん作っていくんですね。いわず、わ、ほ、ほとんど同じ、え、時なんですけども、わずかな時間差を置いて、えー、で、3D のデータベースを取っていくわけです。そして、それを、えー、徐々に徐々にこうなってますから、まあ、徐々にっていうか、あの、機械にかけて掘っていく。ま、掘るっていうか、めい体に、あ、掘るという,う,あという方はもう合いませんね。あ 印刷していくわけです。3D プリンティングしたわけですね。で、以前はですね、マクトさんからちょっと言うあの、脱足になりますけども、これはあの、マクトさんがおっしゃる以前はこのようにカラーで、国彩色で着色してあったんだと。あまあ、こういうふうにまあ、あの、その例として、まあ、見せてくださったんで、そしてその色が取れて、大理石だけになってしまったわけです。えー、神殿もですね、このように綺麗に彩色してあったというわけですね。 また、あの、他の像もですね、このように彩色してあったという例で、あの、示してありますけども、大理石の上にですね、色が塗ってあったというわけです。まあ、それはともかくも今、色が剥がれまして、まあ、あの、ってことになるわけですけども、まあ、誠さんがおっしゃるには、これはまさに 3D プリンティングによって作られた像だというわけですね。 私はこれ以前精査したことあります。で、これがですね、まあ、あの、なぜギリシャ人、古代ギリシャ人と言いますか、トール・ワイトですね。明らかにエイリアンが、等身大の自分たちの像を作って楽しんでいたわけですから、トール・ワイトたちがですね、なぜ白を好んだかということはですね、例えば、田島ハールであるとか、まあ、あの、そしてあの、 というようなその部分でですね、あの、白を大変好んで、白い大理石を好んで使ってたんだということを、まあ、誠さんは、あの、指摘なさっておられます。で、まあ、あの、ところがですね、いくら白いと言ってもですね、石灰岩ですから、ね、あのー、 これがあの、加工岩の岩、いわゆる大石のもとですね。で、これがですね、あの、大石と言いましても、その、いろんな大石があるんですね。人工大石もあれば、人造大石もあるわけですね。テラゾとか、ま、人工大石。人工大石ってのは大石のように見えるけど、大石扱は使ってないんだと。で、テラゾウってのは人造大石っていうのは、ま、また別で、あの、ンにしてまた固めたという大石もあるわけですね。ま、もちろんそのギリシャ人な技術はなかったはずですからね。ま、このパルテンの神殿 すれ合わせた部分のエラーはですね、いわゆるその、あ20分の1ミリ以下なんですね。そして、接合部のエラーは100分の1ミリ以下なんですね。それはま、あの、すり合わせながら作ったからそういうことになったんだ。いわゆる擦れ合わせてね、作ったからそうなったんだっていうのを擦れ合わせるのも大変だったと思いますよ。 で、やっぱりこのギリシャ彫刻にもう一度戻りますけども、おかしいんですね。これは二人の、二つの像はですね、時間差を置いて、はい、今度こっち向いて、あんた向こう向いて、はい、写真撮りますよ、バチッと言って撮った感じなんです。これはですね、3D、ある、その、なってますか、プリンティングじゃなくて、彫刻の方ですね。で、作った像だというふうに考えられます。というのは大理石の模様がそのまま出てるんですね。あの、しかし、まあ、あの、白でないとこのような、ま,ま、なってますか、あの、 あの、いわゆるアザのような、あ模様が出てきてしまうんですね。で、これは、まあ、ギリシャ彫刻でよく使われている、あの、いや石膏が、いわゆる加工岩が取れる、まあ、産地なんですけども、あの、パリパリなっていとこもあるんですけどね。まあ、で、しかしこの産地で見てもわかるように、あの、加工岩、すなわち大理石というのはですね、模様があるもんなんですよ。もともとあの、あの、なんて言いますか、あの、 化石ですからね。化石が、あの、大理石になっていくわけですから。で、これはあの、トレイの木馬なんですけど、これも妙なことが書いてあったんで、ちょっと注目したんですけども、トレイの木馬はですね、ここにね、接着大理石と書いてあるんですよ。bonded marble ィィって。 私、このボンディドマーブルっていうのはどういうふうに解釈しているか分かりませんけども、もちろん現在の私たちが使うように、ボンドです。接合したマーブルっていう意味じゃなくてい、いくつかのマーブルを組み合わせたっていう意味だと思いますよ。だってそんな接着剤があるはずもないんですからね。そこで 3D プリンティングについて調べてみますと、普通は積層造形法。今言いました、先ほど見せましたように、プリントアウトし、プリント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 をどん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 上重ねて作っていこう法それからもう一つは、3D プロターですね。これはあの、まあ、あの、もう三四十年前から、 からハマっっっっててててててややましたけどもコンピューータにね記憶させておいて掘ってい掘くってやり方で、すねで 3D プロッターと 3D プリンティングなんで、プリンティングの方は先ほど言いましたように積み重ねていくってわけです。で、えー、これで g l i f あの、ビジネスのあるビジネス公式ホームページですけども、その作り方を説明してますね。まず1番、2番、3番、4番。先ほどあの、ミロのヴィーナスで説明したのと同じ方法ですけども、もう一度簡単にあの、見ていただきますと、これはあの、に、えー ま、今、あの、これ、工業系の公式のホームページです。で、3D プリンターを今、もう、製品化されているわけですね。そして、まあ、あの、今、その、先ほどちょっと見せましたの、ね、左上の、右の上の絵なんですよね。え、絵を、これは、あの、細かい、細、いわゆる絵を、絵を何枚も何枚も重ねていくという手法なんですね。そして、その、後で赤い部分を洗い落とすと。そうすると中に形が出てくるというやり方なんですね。 あの、で、ですからプ、プリントアウト、プリントシ、またプリントシ、プリントシをする何、何千回、何万回と繰り返しながら、そして、青い部分を固めていって、そして赤い部分は、そのサポートしておいて、さ、赤い部分は、水に溶かして、長い人を落とすというわけですね。非常に、まあ、この方法を、その、あの、ギリシャ時代のね、トールワイトたちが使ってたかどうかは、それはわかりませんよ。しかし、この方法だと、極めて細かい、精緻な、あの、ものができるということなんですよね。 で、まあ、この、この会社はですね、こんな高精度モデルも 3D プリンターでできますよと。画面も、お菓子もですね、このようにこの 3D、あの、いわゆる飴をですね、固めながら作ることもできるし、このような複雑な形も 3D プリンティングでできると。さらにはこんな自動車まで、まあ、あ映画用,だ撮影用だ、撮影用だそうですけども、こんな自動車まで 3D プリンティングでできるんだということなんですね。それに思わせるような証拠が実はギリシャ彫刻の中に残ってるんですね。これ積み重ねて作ったかどうかはしませんけど、 左右の像のね、切り口が全く同じっていうのも皆さんおかしいと思いませんかそこでもう一度大理石の謎に迫っていますけど、大理石っていうのはですね、まあご存知、まあ真っ白っていうのは珍しいわけでして、あの、ないわけじゃないんです。このようにこの、いろんな模様柄が入るのが当たり前なんですね。あの、はい。 まあ、それ、どう、どうしてはるかと言いますと、言いましたように、この、あの、いろんな生物であるとかね、あの、貝殻だとか、いろんなものがね、か、かあの、大、大して、それが何億年いう時間を、まあち、ちょっとその時間は分かりませんけれども、こうして化石化したものが大理石ですから、このように模様が入るのが当たり前なんですよね。ところが、まあ、ご存知のように、あの、ギリシャ彫刻は不思議なことに白すぎますね。これもあの、現地の、あの、ギリシャ彫刻の最、 靴バーダンなんですけども、そこでもこんだけ模様が上から見て取れるということはですね、真っ白の、いわゆるそのこうしたギリシャ朝国に使われている像、像のようなね、真っ白なあの大理石が取れること自体がおかしいんですよね。 えー、またその、彫刻家の方ある方が教えてくださいましたけども、大理性っていうのは、掘ってみると中にクラック割,割れ目があったり、あの、空洞があったりするんだそうですね。ですからそれが出てくるともう彫刻がダメになってしまうんだよ。だから発災するんだよって話をしてくださいましたけども、どういうわけだかこのギリシャ彫刻っていうのは見てくださいよ。あの、土台の部分と上の人間の部分の素材が違うように見えるでしょ。下の部分、これはあの、上の人を後で作ったというのも見られますけども、どうもおかしいんですね。ここの下の部分と基礎の部分とがまた違うとういう。 も見えるしまたそのこのこれは余計なことですすけども明らかにマシンカットしなりますねぜこんなことをしたんでしょうかということも問題はまた出てくるわけですけども、ともかくも、これなんか完璧に上と下は素材が色が違いますよね。ですから、下と上とは全く別の素材を使ったというふうにわかるです。これもなんとなくこう基礎、土台の部分だけ、あの、台の部分だけ後で作ったというのも見られます。まあ、これを、これも薄い、その、なんて言いますか、あの、 板の上に子供を作って、そしてそのなて土台を張り合わせる。ここに、これはミロンとフィーナスと同じように剥がれがあるんですよね。そして足のところは綺麗にこうマシンカットした指がキラリ切り落とされているんですよね。というふうにこう、素材の世界から考えていっても、ギリシャ彫刻は謎だらけだということです。まあも,もっともこれなんか 3D プロッターの方でしょうね。同じ素材で基礎から全部作ったケースですね。これもあの基礎と上が同じだからというふうに考えられるわけですね。で、黒い部分は後から付けたと。で、これもおか,おかしいんですね。このあまあ 悪い部分は何なんだですけども、次の木,あの木の部分は素材が違うと。で、これも、あの、おそらく 3D プロッターの方ですね、掘ったんでしょうね。ですから、まあ、エイリアンたちはですね、3プロ,プロッター方式で彫刻したり、あるいは 3D プリンティング方式で彫刻したりして、人はしていたと思います。ところが、これはおかしいんですよね。どちらなのかはかん、別がつかないのもあるわけです。このように、右の方は 3D プロッターで掘ったのかな、と。同じところに同じような線がある、傷がある。これは、あの、3D プロッターの 方だと思いますね。我々はプリンティングの方かもしれません。あのしかし、まあ、下の方の土台の色とは違いますね。で、これなんかはあのどちらかというふう反対して反対して難しいんですけど、ね、これはまあ 3D、えー、プロッターの方ですね。あの顔にムラが出ているということは大イ石で彫り込んだんでしょうね。 あもし、プリンティングであれば、真っ白になって出てくるわけです。っていうふうに考えましても、この、えー、ミロノヴィーナスのこの剥がれ落ちた大石っていうのは謎なんですね。どうしてこんな剥がれ落ちるのかって、まだ私たちに知らない未知のテクノロジーがあるのかなというふうにも考えます。あもう、第三の方法ですね。第三の方法があるというふうにも考えられるということですね。この方式はひょっとしたら、平和用のね、兵士たちの作り方と私は似てると思います。 で、結論ということになりますけども、疑惑だらけ、謎だらけのギリシャ彫刻、そしてローマンコピーということになります。がですね、一つの仮説として、今の段階ではまだ仮説ですけども、元々ギリシャ彫刻になるものは存在しなかったと考えると、すべての謎が評価するわけですね。まあ、あくまでも仮説です。まあ、これから先いろんな検証を重ねていきますけども、もしそうであるなら、それこそ、なんて言いますかね、 世界の歴史がひっくり返るような事実ということになります。まあ、最後に、こんな像を見ていただきますけども、本当にこれ、ね人間が、のみと、金土だけを使って掘ったものなのでしょうか。鎖1個作るだけでも大変な作業だと思われます。ということで、今日のビデオはこれで終わります。Thank you very much for watching.